今回は防衛装備超技術研究本部が研究中の高出力マイクロ波技術です将来は国産戦闘機への搭載も構想されています近年の戦闘機、ミサイルを含めステルス化、高速化、低高度飛翔化により目標の発見が遅れ新たな脅威に対処時間が短くなる状況であり さららに厳しいい瞬間対処が求められている。兵器に含まれる電子機器は高速処理か低動作電圧か小型軽量化のため高密度化が進みマイクロ波に対する脆弱化が進んでいる高出力マイクロ波兵器とはその勝者により目標のアンテナや電磁的隙間から侵入し内部電子機器の故障を誘発機能を瞬時に無力化する電磁波は 光のスピードで伝わるので、撃てば即当たる、つまりライトスピードウェポンである将来戦闘機の開発ビジョンでも、高出力マイクロ波による兵器が有望視され、その研究開発が進められている。